ケニー・オメガ対クリス・ジェリコと並び立つような、年月を超えて受け継がれてきた名試合を振り返る。1999年に WWE デビューを果たしたクリス・ジェリコは、カナダのマニトバ州ウィニペグ出身のレスラーだ。ウィニペグのすぐ隣にあるトランスコナの郊外に住んでいたのが、ケニー・オメガ。彼は当時、ホッケー選手でレスリング好きのティーンだった。そんな両者が、今年1月4日に新日本プロレス、レッスルキングダム12イン東京ドーム、で対戦。昨年11月初旬には告知されていたこの大勝負は、ここ最近の一連の新旧対決を代表する試合でもあった。アイコン的な存在のジェリコに挑む、実力も人気も最高の若きオメガの、戦いここでは、両者の対決を連想させる世代間マッチを5つ選んだ。なお、レスラーの年齢は試合当時のものである。ハルク・ホーガン、48歳、対ザ・ロック、30歳、試合、2002年3月17日、ソロント、レッスルマニア X8、見どころ、ゴングが鳴ると、ザ・ロックとの正々堂々の握手の後、ホーガンはお決まりの耳当てポーズで観客を盛り上げた。勝者、ザ・ロック、テリー・ファンク、50歳、対カクタス・ジャック、29歳、試合、1995年1月8日、IWA ジャパン埼玉大会、見どころ、コーナーの爆薬と有刺鉄線のブービートラップにかかったテリー・ファンクがガに帰るが、顔を血まみれにしたミック・フォーリーことカクタスはラダーのトップからエルボードロップをそこに食らわせ、場内は惨状を呈した。勝者、カクタス・ジャック・アンダーテイカー、37歳、対ジェフ・ハーディ、24歳、試合、2002年6月1日、ニューハンプシャー州マンチェス。ター、マンデーナイトロー、見どころ、ハーディがラダーをスプリングボード代わりにしてトップロープを飛び越えてアンダーテイカーを襲う。敗者ハーディは大好きなエルトン・ジョンの歌詞のごとき、まだ俺は、立っているぜ、I'm still standing, と叫ぶ。アンダーテイカーは敗者ハーディの腕を掲げ、その健闘を称えたのだ。勝者、アンダーテイカー・リック・フレアー、39歳。対スティング、29歳、試合、1988年3月27日、ノースカロライナ州グリーズボロー、NWA 世界ヘビー級王座決定戦、見どころ、フレアーは時間切れ寸前まで、スティングのスコーピオンデスロックに抗う。後に WCW を牽引するエリック・ビショフも取り乱しつつこの成り行きを見つめていた。勝者、ドロー、リック・フレアーが世界ヘビー級王座を維持、ショーン・マイケルズ、41歳、対ジョン・シナ、29歳、試合、2007年4月1日、デトロイト、レッスルマニア23、見どころ、流血したマイケルズはシナにパイルドライバーを食らわせ、リングサイドに追いやる。苦しみつつもマイケルズはシナからの STF を受け止め、誇り高いマイケルズはシナの求めたスポーツマンとしての握手を拒んだ。勝者、ジョン・シナ本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。